次に国重徹君、はい、国重君、はい、おはようございます。公明党の国重徹でございます。質疑時間が限られておりますので、まずは前田会長に何点かお伺いしたいと思います。私会長には細かいことを聞くつもりはありませんので、会長の感じていることを率直にですね、また国民に分かりやすく、そしてできるだけですね、すみません、マイクを通してなかなか聞きにくい場合もありますので、できるだけ大きな声で言っていただければありがたいと思います。前田会長はですね、昨年の1月25日に、NHK 外部の民間出身者として、NHK の会長に就任をされました。これまでとは全く違うこの世界に入られてですね、会長就任前と会長就任以降とで、NHK に対する認識で、異なる点もあったかと思います。どのような点で、大きく違ったのか、まずはこの点についてお伺いしたいと思います。日本放送協会前田会長。お答え申し上げます。昨年1月に会長に就任して1年4ヶ月が経ちますが、就任前に NHK に対して少し変だなと感じたことは、就任した後もそれほど大きく変わっておりません。外部から来ました私から見ますと、 NHK という組織は金属疲労を起こしている部分が多々あると思います。 NHK はこれまで受信料が右肩上がりに増えてきたことによりまして、さまざまな構造的な問題を先送りしてきた面がございます。 NHK は肥大化しているという指摘もある意味では私はその通りだと思います。このため私は中期経営計画の策定にあたり、業務、受信料、ガバナンスのいわゆる三位一体の改革の総仕上げとして、今直ちに取り組まなければいけないことをすべて盛り込み、徹底した改革に取り組むところでございます。今変えなければ NHK の未来はないと私は思います。改革が後戻りすることがないよう、本気で変える気持ちで改革をしてまいりたいと思います。国重君。はい、会長就任前と就任後とではさほど認識に、大きな違いはなかったけれども、金属疲労を起こしているというようなことをその感じていたものを、実際に会長に就任した後もまたまざまざと感じているというようなお言葉だったかと思います。で、前田会長がですね、昨年1月に会長に就任した直後に、新型コロナが発生をしまして、想定外の大変なことも多々あったかと思います。で、会長に就任をして約1年4ヶ月、会長職は1期3年でありますので、もうすぐ折り返し地点を迎えることになります。NHK にはさまざまな課題があると思いますけれども、この1年4ヶ月の間で前田会長ご自身が NHK の最大の課題と感じていることは何なのかと、これについてお伺いをいたします。日本放送協会前田会長。お答え申し上げます。先ほどもご説明したとおり、 NHK という組織は金属疲労を起こしている部分が多々ありますが、何が一番最大の課題かということにつきましては、課題が多すぎまして、いわば複雑骨折を起こしていると言った方がいいと思います。これ1個でございません。そのためには抜本的にいろんなことをやらなければならないと思っております。昨年からすでに始めております番組のジャンル別管理、関連団体の改革、それから営業の改革、人事制度改革、人事制度は特に一度も抜本的に改革したことはなくて時代に合わなくなっております。この改革をすべてやらないと新しくスリムで強靭な NHK と変われませんので、全力で改革をしてまいります。国重君。はい、ありがとうございました。最大の課題ということで、お伺いしましたけれども、いろいろありすぎるということで、複雑骨折しているような状況だというようなお話をいただきました。で、これまでのお話の中でも、こういったことを踏まえての取り組みを若干お話をいただきましたけれども、そのようなこの複雑骨折をしているこの今の状況を踏まえてですね、こういった抜本的な課題がある。で、これについて、前田会長が会長に就任して以降、どのように
取り組んできたのか、またそれに対する、今また改革の途上でありますけれども、それに対する手応えをどのように感じているのか、またこれまで1年4ヶ月取り組んできて、自身が取り組んできたことの反省点もあれば、それも踏まえてお伺いしたいと思います。日本放送協会前田会長。お答え申し上げます。任期1年目の昨年は中期経営計画の取りまとめを行い、新しい NHK らしさを追求し、スリムで強靭な NHK へ生まれ変わるという改革の方向性を示しました。また大阪の BCP 強化や情報、地域情報の発信の強化、番組のジャンル別管理の導入、地域放送局長の局内公募の実施など多岐にわたる改革にスピーディーに着手し実行に移すことができたと思っております。任期2年目の今年は改革実行の年と位置づけております。 NHK ならではの多様で質の高い放送サービスを今後も持続可能な形で提供し続ける業務体制を構築するためにしっかりと結果を出す1年にしたいと考えております。またこれまで NHK がやったことのない大きな改革に取り組んでおりますので職員も戸惑うことがあると思います。一連の改革は NHK の将来のためにこの時期絶対に必要なものだと私は確信いたしております。経営計画に盛り込んだ内容や施策を着実に実行してまいりたい。また職員に対しては私は直接いろんな機会を通じて直接コミュニケーションを取る形で特に人事制度改革等は慎重にかつ丁寧にやってまいりたいと思います。国重君、はい、ありがとうございます。さまざま多岐にわたる改革を進めてこられたということでしたけれども現に本当にさまざまなことに着手されていると思います。その上で先ほど質問の最後にあったんですけど、もしこういう改革を進めてて会長としてですねこういう点は少し自身として反省する点があったなということがあればですねぜひお伺いしたいと。なければ結構ですので。日本放送協会前田会長。答え申し上げます。私は私なりのやり方をやっているものですからついてこれない職員の方もたくさんいると思います。役員を含めてですけどそこは私は誠心誠意ですね本当に NHK を良くするにはどうしたらいいのかというその原点に帰って説得してまいりたいと思っております。国重君。率直な見解を述べていただきましてありがとうございました。放送とこの通信の融合が進む中でですね公共放送、公共メディアが果たすべき役割は何なのかと、この役割を果たすために必要な業務は何なのか、それを踏まえた受信料の在り方と、これはどうなのかと、極めて重要な時期に前田会長、会長に就任されたと思います。会長は会見の中でですね、先ほどおっしゃったように任期2年目となる、今年は改革実行の年と位置づけていると、NHK を本気で変える、スピード感を持って進めると。一つ一つ着実に実行してしっかりと成果を出していきたいとおっしゃっておられます。ぜひその信念の通りにですねしっかりと改革を前に進めていっていただきたいと思います。次に地域放送に関してお伺いいたします。放送法81条には日本放送協会は全国向けの放送番組のほか地方向けの放送番組を有するようにすることと定められております。さらに NHK の放送に関する規範を示した日本放送協会国内番組基準では地域の多様性を尊重し地域文化の創造に役立つ放送を行うと定められております。このように地域のニーズに応じた地域放送の充実を図ることによって地域の活性化に貢献することも NHK が担うべき重要な役割であります。一方で受信料の価値を最大化するために NHK は今、スリム化に向けた改革、シンプル化、集約化、クラウド化に取り組まれているところであります。このスリム化を進めることと、地域のニーズに応じた地域放送の充実をどのように両立させていくのか、お伺いいたします。日本放送協会、伊藤理事。お答え申し上げます。
人口減少などによりまして、地域におきましてはさまざまな課題が顕在化している状況にございます。そういうときであればこそ、全国津々浦々にネットワークを持ちます NHK、その果たすべき役割はますます大きくなっているというふうに認識しております。全国の放送局におきましては、それぞれの地域をしっかりと取材し、地域に伝えるだけではなく、その情報を全国、さらには海外にまで届けていくという責務というのがあるというふうに考えているところでございます。その地域放送局でございますが、現在委員ご指摘のような形で例えば総務、経理、そういった機能につきましてはさまざまなシステムを導入いたしまして、管理監視部門の集約等々を進めて、スリム化を行っていくことを考えております。一方でですね、その効率化したパワーの一部を、取材制作部門にシフトをいたしまして、そちらの部門は強化するという形で、地域での取材体制を充実させていく、そして情報の発信力を強めていくというような形でのですね、大きなパワーシフトを進めていきたいというふうに考えているところでございます。また地域情報の全国発信の強化という観点に立ちますと、去年の秋から、総合テレビの午前10時台と午後1時台、ここに地域放送局で制作放送した番組を、全国に放送するというような時間も設けておりまして、地域の情報を幅広く広げていくことによって地域の活性化に貢献をしたいというような取り組みも進めているところでございます。この地域のニーズというものに対して、合理的なコストを、NHK 全体としてはしっかりとスリムで強靭な体制に持っていきたいと思っておりますので、その合理的なコストでしっかりと応えられるように引き続き努力をしていきたいというふうに思っているところでございます。国重君。はい、ぜひよろしくお願いいたします。時間の関係で最後の質問にさせていただきたいと思います。働き方改革に関してお伺いいたします。平成28年度、29年度の NHK の業務報告書に付する、総務大臣意見におきまして、平成25年に首都圏放送センターの記者が過労で、亡くなられたことを重く受け止め、二度と働きすぎによって、尊い命が失われることのないよう、徹底した取り組みが強く求められると指摘をされております。ここで述べられた痛ましい過労死を踏まえ、NHK では健康を最優先にした働き方改革を進めるべく、2017年12月に働き方改革宣言を打ち出されております。前田会長の就任会見におかれましても、放送サービスの充実にあたっても、引き続き働き方改革にしっかりと取り組みますと述べられております。その上で、このコロナ禍の中ですね、実際にリモートワーク、在宅勤務等の新たな働き方が進んでおります。最もこういったリモートワーク等についてはですね、時間管理などをこれ適正に行わないと、番組制作等のですね、業務の性質から仕事の再現がなくてですね、実質的な消化勤務になる恐れも高いものと思われます。この点についてどのように対応されているのかお伺いいたします。日本放送協会林理事。お答えいたします。ご指摘のとおり、コロナ禍においてリモートワークなどの新しい働き方を進めるにあたりましては、時間管理を適正に行うことが重要だと認識しております。そのため在宅勤務のときには時間外勤務に上限を設けるとともに、上司に対して事前と事後に報告を行うことを義務付けております。顔が見えない中でも上司とのコミュニケーションを大切にして、長時間の勤務にならないよう適切なマネジメントを促しているところでございます。一方でリモートワークそのものは必ずしも在宅勤務での活用だけにとどまりませんで、対面での取材やスタジオ出演という従来の枠組みにとらわれない新しい取材方法や演出を支えるツールともなっております。もとより働く人の健康を最優先に考えていくということはこれからも変わるものではございません。その上で多様で効率的な働き方を推進して、職員一人一人の能力を最大限発揮することで視聴者の皆様にお届けする放送サービスを充実向上させていきたいと考えております。はい、国重君。はい、ぜひよろしくお願いします。以上で終わります。ありがとうございました。
次に奥野